いやー、コパロス、コパロス楽しかったからね。なんだろう、これちょっと喪失感というか、まだまだアルゼンチンとかブラジルとかの熱い戦いはダゾンで見ることはできるわけですよね。そうです。でもなんか今回の代表ちょっと面白くなかったですか？いや本当に、多分だ、前座って言い方すげえ失礼ですけど、前座 U20 とかから始まってたじゃないですか、ずっと。ああそう、トゥーロンもありましたし、ね、そう U20 あって、トゥーロンあって、でキリンチャレンジがあって、なでしこあってのコパだから、一個一個追いながらもやっぱりどっかでコパに向かってましたもん、気持ちはね。そうなんですよ、コパすげえ盛り上がるといいなって、はい、でやっぱりあと生地、やっぱトゥーロンが準優勝、そうでした、取ったから、はい、しかもそれよりやっぱり上のメンツなのもあって、うんうんうね、どうかと、はい、でチリ戦には結構だから、まあ、うん、結構な大差になっちゃったけど、へこまされましたけれども、ウルグアイがね、そうなんですよ、多分その影響もでかいんじゃないか、はいはい、いけんじゃねえかと。で次エクアドルさ、その3つの中で一番いけそうだろうっていうのがあってね。 そうなんです。でそこに勝てば次ブラジルみたいな、あれ、うん、これは来たとね、え思っちゃったな。で始まったら結構早い時間に選手権 VAR ねえ取って、ね、こういけたなと、勝ったなと、勝ったなと、でまあ1点ぐらいは取られちゃうかなと思ってたところ、まあ1点取られた。 でただまあまあまだ時間60分あるし、まあそうですね、まだいけんじゃないと思ってたけど、まあいけずに終わった。まあでも本当我々もなんとなくね70分ぐらいあれこれ引き分け、あれあれと思って、そうっす ね多分一番ハラハラしてたのはパラグアイサポーターでしょうね。喜んだんでしょ、引き分けに。ですね、あの最後は中島がフリーで受けた時、パラグアイはわーってなったでしょうね。なっただろうな。よく当てたな、あれ足に、相手のディフェンダーねー、あのだから最後の久保が決めた時の VAR 待ってる久保の姿のね、拝んでる姿ね、パラグアイも拝んでるんだろうね。でしょうね、違う意味でね、終わっちゃったのか。まあさ、うん、J が待ってる、 J が待ってるよ、確かにそうだよ、 J が待ってるのよ、うん、いやー疲れたね、でも今日ね朝あんだけ暑くなると一日仕事大変だね今夜だけど。まあさ、夜もね、疲れたの、夜も疲れたの、そのいわゆる12時間後にあった、はい、ACL、 おー、ついさっきね、ついさっき鹿島終わったの、終わったの、言ってないでしょ、言ってない。これ皆さんにもあのなかなか流れ知らない方もいると思うので、ちょっと伝えたいなと。ちょっと教えてくださいよ。まずですね、あのその前に、はい、1週間前に、鹿島ホームで、鹿島ホームでファーストレグがあったんです。ほうほうほう。それ鹿島まず 1-0 で土井翔馬選手の得点かな、うん、で 1-0 で勝った。もったいないけどね、どっちかがベスト8ってことでしょ。そう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 、うん、で第2戦行われて、今度は広島ホーム、うん、前半2分、はい、はい、じゃあ2分、チョン・スンヒョン、はあ、怪我、怪我、はい、あららら、前半2分ですよ、はらま、で速攻でもうあの関川育馬選手、あら、出てきました。前半4分ですね、はいはいはい、途中交代でまず入ってきました。大役だ。ただその後にまずその前半に土井翔馬、あら、得点で、これで総得点 2-0 になって、はいはいはい、まあ、後半迎えるわけですよ。鹿島有利や、折り返して、うん、で後半になると今度貴重なアウェーゴールも取って、ね、うん、で後半になると、うん、パトリックが出てきたんですよ、はい、で野津田が出てきたりだとかあって、なんと今度広島が後半20分ぐらいから立て続けに2点、うん、パトリック佐々木翔で、で一応見た目上のスコア的には2対2になったんです、ね、こりゃ広島の時間だ、となったその次の瞬間、まだアウェーゴール数で鹿島リードしている、はい、ただその次の瞬間、裏抜け出した土井翔馬、はあ、カウンターで、はいはい、それをキーパー広島のキーパー中林選手が倒してしまうんです、あ、レッドカード、うわー、え、退場、退場です、はあ、追いかけてる、まあ1点追いかけてる、追いかけてる広島が1人足らない、なんだ、しかもキーパーが抜けた、そうなんです、はあ、なんでボランチにそのこの日入っていた吉野選手、まあね、実は吉野選手のシュートミスからこのカウント始まってたのもあったり、本人としてはかなり悔しいと思うんですけ ど、で代わりに半年ぶりの出場となった林拓人選手が入ってきました、はあはあ、あ、大阪選手もいないしね今ね、そうなんです、ということで今2対2の状況、はい、そして今度後半35分、はい、その1人足りない広島がまだ牙を剥く、うんうんうん、
あ、攻撃に攻撃できる。まあでも行かなきゃしゃあないもんね、負けてるから。でパトリックが侵入してって、うんうん、ペナルティーエリアもうギリギリ脇のところ、はい、捨て身だね。関川選手が倒してしまうんです。おお、いやー、ただ審判は PK じゃない、ノーファール。あら、でその判定にもう上福監督含めて選手ももう激怒、はいはいはい、ーホームだしね。でドーグラス・ビエラ、柏義文あたりにイエロー。あー、その揉め事の中で、はい、はい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 、怒るんです。あらららら、らすごい試合だね。そうなんです、うん、これだから総得点2対1、1点入れりゃひっくり返る PK だもんね、それは。そうなんです。でこれ総得点2、勝敗を決めてしまう PK だもんね、本当に、はい、うん、でこの試合はだから2対1の状態ですね、うん、はいはい、そうですね。そう、うん、でそんなまあもうわらわらっていろいろあったところで、はいはい、89分、え、どっちが何したんだろう。土井翔馬、うわー、ダメ押しですか。鹿島が、いやー熱い、うん、点を決めました。すげー、試合を決定づけるこの日の2点目、かと思いきや、嘘、終わったんじゃないの。え、今はアグリゲートスコアで言うと3対2、まだ鹿島、はい、鹿島です、ええ、後半49分、49分、ある意味この15分前に起こった、うん、はい、あのみんなの激怒、はいはいはい、なんと、うん、実ります。え、後方から送られてきた浮き玉にパトリック反応すると、パトリック、関川育馬が後ろから倒してしまいました。あらら、ら若いね、うん、で PK、 あ、 PK、 今度は PK 取る。で後半50分、パトリックが決めます、はい、決めます、追いついた、3対3。ただアグリゲートスコアは鹿島ですね。あ、3対3だけどアウェーゴール数の数で、そう、アウェーゴール数で鹿島で後半あと1点が必要な広島。ただここで51分試合終了。なるほど、そうですか、これは熱い、熱かった、すごいゲームだね、これは熱いよ。いやー、鹿島としてはヒヤヒヤした展開でしたね。ヒヤヒヤですね。要はでしょ、1点、あの1人じゃなくなった広島に点を取られたってことだもんね。だから、あれです、あのこの日の、はい、試合限定で考えた広島の勝ちですから、まあそうだね、3対2なので、そういうことだね、うん、面白いですね。でなんと、うん、マーさん、はい、これ撮ってる週末に、またリーグ戦あるじゃないですか。リーグ戦ありますね。まさか、まさか、広島 VS おう、え、鹿島、鹿島です。あらららららら、らこれはどっちのホームですか。これどっちだったかな、ちょっと見ますけどね。熱い、なんでこんなことになるんだろうね。これだからあれですよ、あのトッテナム対マンチェスターシティみたいな、ありますよね、こういうことってありますよね、もんですね。ですね、うん、次か、荒れなきゃいいですけどね、荒れなきゃいいですね、本当にね。次が鹿島ホーム、鹿島ホーム、あー、6月30日、ま、違う話になってますね。そうですね、はー、これはお熱いよ。まあやっぱりそのコパの森保さんみたいな発想でいくと、はい、僕が監督だったら関川出しますね、取り返してこいと。いや、そうですね、ここで1試合しっかりやったら関川1個伸びそうじゃないですか。伸びると思います、うん、でしかも、うん、まあさん、ええ、結構合ってんじゃない、言い方合ってる、うん、あのしかもただ残念ながら、はい、モチベーション的な意味じゃなくて、うん、マジでの可能性があるんです。あ、そうなの。あのチョン・スンヒョンがまず怪我してしまったのが一個でかい。そうだよね。そしてですね、実は試合中に、犬飼選手が足痛めたんですよ、はい、あら、あー足りない。町田選手ははなんとこの日左サイドバックで出場してました。あーってことはもうディフェンダー足りてないんだ、鹿島今。今ね、だって右サイドバックずっと長木選手ですもん。あー、そういえば、あー、そっか、安西選手とかは怪我、怪我です、はあ、そうか。で内田選手とかが今怪我からの回復途上なので。あー、なるほどなるほど。なので犬飼選手大丈夫だと思うけど、うんうんうん、ダメだったらもう関川町田っていうセンターバック以外選択肢がないんです。しかないのね。そうです、もしくはミサを後ろに下げるしかないんですけ ど、ね、いやでも先生これがリーグ戦後半の面白さだね。ね、ちょうどなんと、うん、この6月末のところで折り返しです、うん、第17節になりますので、ね、これは J リーグ例年ですけども、やっぱり後半戦はそのチームの底力というか、はい、厚みが試されますもんね。そうなんですよ、ね、メインキャストじゃないところの勝負になってきますもんね。そうなんです、うん、そこはまあ一つ面白いところですよね。ねー、うん、であとねもう一個あったんですよ、はい、今日、はいはい、まさにこの撮ってる、ええ、今日、はあ、ジュビロ岩田さんがですね、うん、なんか声明文発表したんですよ。ええ、何何どういうこと。この度は、ええっていう、この度は、この度はちょっとなかなか
ざっくり言いますけど、いい成績が出てなくて、そう、大変皆様には申し訳ございませんと。で、結局中身何書いてあるかって、これから頑張りますって書いてありました。なるほど、そう、あ、応援してくださいねっていうことか、うん、でただ、あ、なるほど、ね、1個だけ約束事みたいに書かれてあったのが、夏、うん、遺跡で補強しますっていう名言です。そんなリリースを出すんですね。これいいじゃないですか、エンタメ的に。エンタメ的には良い、ただ、選手のモチベーション的には最悪ですね。そうか、マネジメント的に、なんでそれって話になってくるよね。俺ら信じてねえのかよ。まあまあまあ、そうだね、まあ、うまくそこはまとめてね、これはもう一応仕事としてやってるからっていうのは伝わってればいいですけどね。まあまあ分かってると思うし、あとおそらくは単純に、あの、いわゆる我々ほら、その怪我のリリースとかもその各選手のこう出てるじゃないですか、はいはい、例えばあのトゥーロン行って怪我しちゃったあの小川選手とかはですけど、例えば全治3週間とか出てるけど、もしかしたら思ってるよりもみんなちょっとずつ期間長いのかなと思って。なるほど、3って言われてる人たちは、あの、いわゆる治るまでが3で、その後のリハビリでまた3かかるとか、そっか、ってなると、はい、今例えば川端選手とか中村俊輔選手とかもそうだけど、結構なメンツが負傷で離脱してるんですよ、はいはい、だから単純に人数足りてないから取るよって意味なのかもしれないんですよね、なるほどね。そう、まあ、ちょっとあのあれじゃないの、だからサポーターからこういろんな不満が渦巻いてきたり、ただ七海体制で行くってチームは強化は決めてて、もうちょっと見てくれと、でもこっちも本気だからっていう意味でのここのタイミングの発表になったんじゃないのだとは思うんですよ、だからもうポジティブに考えればそうなんですけど、ネガティブというか一応念のためで言っておきたいのが、これね、エクアドル戦のその森保ジャパンとこのジュビロ磐田、その問題点、共通してる問題点がなんと一緒なんです。ほう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 、っていう動画をまたちょっと作ろうと思ってるので、る皆さんもお待ちください。ジュビロがあのね、勝ちのままもう終わるってなった時のサポーターのあのジュビローレジュビローレあれ好きなんですよ。ジュビロージュビロあれ好きなんですよ、なんか ね、なんであの岐阜編でなんかちょっとやったじゃないですか、はい、岐阜に今何が起こってるのか、はいはいはい、あれの岩田版をちょっと作ろうかなと思っていたりします。なるほどね、ジュビロでいうところのジュビローレはあのあれなんだね、蒲田もあれだと瀬戸の花嫁なんだね。あー、そっか、レレレレレ超いいね、レレレレレレレお嫁に行く歌ですよ、瀬戸に花嫁がただ愛があればいろんな若くて心配だけど大丈夫なのって歌詞ですよ。素敵です ね、あれ文化があるあれは素晴らしい、ごめんなさいね、歌うタイミングが違うって言われたらごめんなさいです、まあ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 、多分そうだと思うんですよ、あの勝ってリードを守ったまま終わろうっていう時の曲だと思うんですよ、はい、うん、いいですね。いや、なるほど、ね、女子のでもワールドカップも楽しみだね、まだね残ってるから、まあ、あれ今日正解、今そう今、6月26日の午前4時です。ああ寝て朝ってこと、はい、か寝ないで夜中、オランダ戦ですか、はい、あーそう、ちょっと楽しみだね、見るんですか、僕は自信がないとは思いますけれど、どうもね、はい、まだまだ、それが終わっちゃったらもう楽しくない、まあ、リーグ戦楽しいけど、リーグ戦楽しい、もうそうか、何もうすぐなんか夏が近づいていますね、夏が近づいてるね、おろ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 、サッカーファンは何が楽しめばいいのかな、インターハイがなるほどね、先生はもう終わるところがない、インターハイですか、まず皆さん行きます、インターハイ、はーはーはー、大学もありますね、そしてね大学、そしてクラブユース選手権というものが7月後半にありますそれ見る赤でやるんですか、動画も出すんですか、ね、うん、インターハイはごめんなさい、僕もまだ自信がないです、あ、そうですか、あの1年生の情報がつかみきれてないです、そっか、ただ、うん、あれあらあら、うん、クラブユース選手権、はい、あららら、うん、それちょっと興味ありますね、確かに、うん、だから全チームはちょっと厳しいかもしれない、あの町クラブ組は分かんない、クラブユース選手権っていうのがあって、今どんな勢力図でどういう感じなのかが教えてもらいたいをやりたいなと思う、うん、でその、 あの全体通して注目選手はこの選手ぐらいのやつが来たいな、じゃないとね、って思うので、何年前はこの大会でこの人がこういう賞に輝いて、いや今どこで何してるよみたいな、いや嬉しそう先生、いい宿題もらってみたいな、あるしかないじゃんあとあれも来たですね、
全日本順位表トークも久しぶりにこのタイミングでやるやん。ぶっこ抜きの、J1 から JFL ぐらいまでのやるじゃん。お願いしますね。そうだそうなんです、なんでそれもありながらずっと変平の話を聞いていたい私は、ねまずま、しかもまだあるんですよ。何は楽しみことがあんのかいな。次結構マジなやつ、横浜 F マリノス VS マリノス VS、 いやまた J リーグみたいな話してくるんだみたいな顔してるけど、マンチェスターシティ、ああほう、楽天カップじゃないですねそれはね。これなんと、ダゾーンでやります。お本当ですか。本当です。あそれちょっと、あシティグループだからね。そうなんです。ベップガルディオラ来るの。来ます。あらどこでご飯食べるんだろうね。ね気になりますね。ねちょっとだから六本木の有名な寿司屋かな、あの安倍総理がトランプ連れてくところあるかもしれないですね。そうであとだから今マーさんおっしゃった通り、それ楽天カップもありますね、神戸バルサ、確かにチェルシーのところもありますし、でだからそこら辺が終わるともう8月頭なんですよ。ええー、8月頭といえば、はい、その第2週から、海外リーグスタートです。あもう始まる。そっか、まあ、始まります。何気にそっか、なんですか、選手の休みは少ないね。なんで7月にその学生とかわらわらやると、8月に海外始まったわーって思ってたら、9月にまた代表戦がやってきます。ほうで多分そこからワールドカップの予選が、あ始まりますか、ついにね。そうなんです。絶対に負けられない戦いがね、いやカタールに向けてのか。そうそう、で9月10月11月カタールって日本予選しなきゃいけないの。んそりゃそうだよね。そうです、予選しいけないよね、カタールだけです。そうだよ、なんか東京オリンピックのノリになってるからさ。まあまあまあ、カタールはやんなきゃいけないです。アジア枠はいくつなの結局。 4.5 じゃないですか。 4.5、 ああそう、まあ日本大丈夫でしょ。もう 4.5 だったらさ、東アジアともう中東を分けたらいいのにね。ね、移動めんどくさいんだから ACL みたいにね、当然だって 2になるんだから。そうなんだ。でもそうなるとあれなんですよ、あの日本韓国オーストラリアになっちゃうから。あそうか、どっかが出れないから結構やばい。ああいやまあ全中東行こう、全部中東行け、関係ないよな、暑いのとか、暑いとか言うな誰やどんだけビビってどんだけビビってんの。保険をねかけなきゃいけない。そういうことか、はい、そうするとまた中国も怒るもんね。そう、俺ら出れねえだろみたいな。もうFIFAとしてはもう中国とかカタールとか出したくてしょうがないわけでしょ。そうですね。そうなんですよ。 4.5 より大きくなるかもって可能性もあるわけですか、ひょっとすると。でも、まあ、結局今回はつい言えましたけど、次回大会からだからやっぱり枠が増える、48とかになってくると、そうすると 8.5 とかになるんですよ。 8.5 でしょ、もう絶対いける。 8.5 か、 8.5 はいけるね。いけますね。8.5 ってなってくるとタイとかが行き始めるので、 8.5 だったら本当東西分けていいんじゃないの、ね、うん、だからもう5枠5枠にして、あ、4枠4枠ごめんなさい、4枠4枠にしてはい、はい、でいわゆる5位、右と、まあ、東西の、ね、そうなるほどね。そう、そういう時期があったの。 2.5 だったんですもん先生。それがそうだよ、サウジアラビアと韓国でほぼ決まってて、残りの半分をねウルグアイとかとやるんですよ。ありえない。ありえないもん。とか、大体あの、オーストラリア、オセアニアは行く枠が1個、0.5 しかないんだから。そう、だからオーストラリアがやってくれる。オーストラリアとニュージーランドの勝者とやるみたいなね。ありましたもんね。ちなみに今回そういえば、あの、クラブワールドカップのオセアニア枠が、ニュージーランドとこう、そう、オーストラリアとかじゃなくて、だけニューカレドリアのチームが。うわー、あの辺の諸島のチームが。初めてらしい。あらま。すごい ね。あら。そこ対リバプールとかになったらどうなるんだろうって思いますけど、ね、やばいこと起こりますよ。あ、本当ですか。あらま、またフットボールもでもどこが強いとかがどんどんなくなってくんだね。まあね、面白いね。そうですね、面白い、もっと移動手段も早くなって、ね、そうするともっと格差なくなって世界中のサッカーが差がなくなってくると、まあ面白いですよこれは。そうですね。あと今回のそのトーレス選手みたいに自分のその知見をね、その各地ね、いろんな地域にこう広めてていただけたりしたら、これは面白くなってきた、変わってきますからね。そうですね。まあそんなずっと楽しいわけですね、サッカー好きでいれば。です。そうですね。はい。今夜も編集しましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。見るわかね、コーナー織り交ぜてね、いろいろね、こんな適当に喋る時もありますけど、はい、ガチャッしっかりした情報を先生がね与えてくださってますので、ぜひチャンネル登録ポチってよろしくお願いしますということでございますね。はい、はい、じゃあコパロスを乗り越えて
ね、次の喜びに楽しみに向かっていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。以上、井上でした。ノミルク佐藤、ありがとうございました。